登録って押すと、はい、登録はどこなんでしょう。登録は日本人がやるからには変形だよねっていう非常にですね頭の悪い発想から実はスタートをしてましてですね、家のすべての壁がディスプレイになっているっていうのはなんかよくSF アニメとか SF 映画でたまに出てまいりますよね。プロジェクター分が動いてですね、いろんな壁や天井といったその、まあ、ホワイトスペースですね、これをディスプレイに変えていく、まあ、そういう使い方でいいんじゃないかということで、こちらのホームロボットを作ってみました。移動モードでは安定性を保持します。